こんにちは、斉藤さなえです。今回は睡眠の質と腸内環境の関係を徹底解説します。現代人の5人に1人が抱えていると言われている睡眠トラブルですが、疲労回復に欠かせない睡眠は時間の長さより熟眠感が大事ですね。そんな眠りの質に腸の働きが関係しているのはご存知ですか？この動画を見ると睡眠の仕組みと深い睡眠を得るための方法がわかりますので、なかなか寝つけない、夜中に目が覚めてその後眠れない、しっかり寝たはずなのに疲れが取れないなど、睡眠の質が悪いなと感じている方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは便秘で苦しんでいる方が今すぐできる便秘解消法や医療機関で行われる腸内洗浄の知識について腸活のプロ斉藤が解説いたします。ぜひチャンネル登録をお願いします。私どものクリニックに腸内洗浄にいらっしゃる方で、便秘が改善すると同時にすごくよく眠れるようになりました、寝つきが良くなりましたと嬉しい副次効果を報告してくださる方が多くいらっしゃいます。はじめは腸の中に溜まっていた宿便が取れてお腹が軽くなったから眠れるようになったのかなと思っていました。でも最近の研究で睡眠と腸内細菌の関係が明らかになってきました。まずはじめに睡眠の仕組みについて解説します。まず一つ目が、睡眠は体内時計であるサーカディアンリズムによってコントロールされているということです。人の体には大きな体内時計と小さな体内時計があります。大きな体内時計の中枢は脳の視交叉上核と呼ばれる場所にあって、光を見ることで体内時計の誤差を調整しています。私たちが夜になると眠くなるのは、脳の中心部にある消化体という場所から分泌される睡眠ホルモンのメラトニンによるものです。メラトニンは朝日を浴びると分泌が止まります。その後再び約15時間後に分泌量が増え始めます。規則な生活は体内時計の乱れの原因になります。体内時計が乱れると昼間に活動して夜に休息する人間本来の生体リズムが狂って、いわゆる時差ボケ状態に陥って、その結果メラトニンの生成や分泌がうまくいかなくなってしまいます。また体の中にはもう一つの小さな体内時計があって、それが胃腸などの消化器官です。1日3回の食事も体内時計の調整に役立ちます。2つ目に、睡眠ホルモンと言われるメラトニンが深い眠りに関係しています。メラトニンの生成には必須アミノ酸の一種のトリプトファンという栄養素が必要になるんですが、トリプトファンは食品からしか摂ることができないんですね。腸内細菌が肉や魚、乳製品、大豆などに含まれるタンパク質を分解合成して、このトリプトファンという物質を作っています。他にはバナナにもトリプトファンが多く含まれています。トリプトファンの一部が脳内に輸送されて、脳内のセロトニンの濃度が上がります。セロトニンは消化体でビタミン B12 の作用によってメラトニンが合成されるんですね。メラトニンの生成に実は腸内環境が関係しているということが最近の研究で明らかになってきました。筑波大学と慶応義塾大学の研究チームが腸内細菌が睡眠に及ぼす影響について調査した研究では、腸内細菌がないと昼夜のメリハリがなくなるという結果が得られています。この研究によると、腸内細菌を除去したマウスと正常なマウスで脳波や筋電図を測定して睡眠や覚醒の状態を解析したところ、腸内細菌を除去したマウスでは深い眠りのノンレム睡眠が減少して、逆に日中に深い眠りのノンレム睡眠と浅い眠りのレム睡眠の増加が見られたそうです。腸内細菌がないマウスは本来は睡眠をとる時間帯に活動が増えて、逆に活動が盛んな時間帯に睡眠をとっており、日中のメリハリが弱まっていることを示しているという結果でした。ですから腸内細菌の数が多くて善玉菌が優勢な腸内環境であるほど、睡眠ホルモンであるメラトニンの材料を調達することができて、脳内のメラトニン生成が活発になり、質のいい眠りにつながるというわけです。次に深い眠りを得るための方法について解説します。質の良い眠りを得るために、まず一つ目は体内時計のリズムを整えるということがとても重要になります。
体内時計の乱れは太陽の光を浴びることでリセットされます。本来の生体リズムを取り戻して一日を快適にスタートさせるためには、毎日同じ時間に起きて朝日を浴びるということがポイントです。またなるべく同じ時間に食事をとることも重要です。特に朝食を食べること、腸の働きは自律神経を介してダイレクトに脳に伝わるため、朝食を食べることで腸の蠕動運動が始まって体内時計のスイッチが入りやすくなります。加えて栄養のバランスよく食べるなど規則正しい食事をとると、腸内細菌の日内リズムを回復させて体内時計と同調することで睡眠障害の改善に役立つと言われています。2つ目は、睡眠ホルモンメラトニンの材料であるトリプトファンが作られる腸内環境にしていくために、善玉菌を多く含んだ食品をとるということです。ポイントは発酵食品です。発酵食品といえばヨーグルトや味噌やぬか漬け、キムチなどが有名ですね。そちらは別の動画で詳しく解説しています。概要欄にリンクを貼っていますので、発酵食品にご興味のある方はそちらをご覧ください。そして食物繊維をしっかりとることも大事です。漬物やキムチなどは乳酸菌を多く含む発酵食品で、食物繊維もしっかり入っていますので、便秘改善や成長作用に効果があります。対策3つ目は、プレバイオティクスやプロバイオティクスなどを摂るということです。こちらも乳酸菌やビフィズス菌については別の動画で詳しく解説しています。この研究グループによると、研究の進展によって現代社会の多くの人が悩みを抱える睡眠の問題を、毎日の食事スタイルを整えるセルフケアによって改善できるようになる可能性がありますと述べています。そのような研究結果からも、プレバイオティクスやプロバイオティクスなど腸内細菌を摂ることで睡眠障害を改善するといった治療も期待されているんですね。ということで、今回は睡眠の質と腸内環境の関係を徹底解説というお話でした。ぜひ参考になさってください。他に質問があればコメント欄へ、ぜひグッドボタン、コメントで感想をお願いします。ありがとうございました。